外獣そうだと思うんですけどやっぱりピアノを弾いていると必ずショパンの作品っていうのがそこにあってでこう本当になんに何て言うのかな言葉で言い表せないこう感情だとかこう特別なモーメントとかそういうものがこうすごく繊細にこう表されてる音楽だと思うんですねショパンの音楽って。だから本当にやっぱり もう物心ついた時からずっとショパンを弾きたいあるいは弾こうって思ってこう弾いてきたので。